日本東京都大田区東海東海は東京都大田区の町。住居表示実施済み。現行行政地名は東海1丁目から東海6丁目。面積は2.35平方キロメートル。郵便番号は143-0001。大田区の東部に位置する。大井ふ頭その1の南側、大田区の区域に該当する。北部は品川区八潮に接する。 南東部から東部にかけては大田区城南島になる。南部は大田区京浜島になる。地域西部は大田区平和島になる。1939年からの東京湾岸の埋め立てにより完成。西側の平和島との間を京浜運河が流れている。工業用地や公園、公共施設などからなっている。大井府島に関連してバンプールやシャーシープール、 各企業による倉庫や物流センターなどが置かれている。東海という地名は1980年に誕生している。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地域東部の大田区平和島と山和大橋でつながっている。地域南部の京浜島とは京浜大橋でつながっている。地域南東部の城南島とは城南の鳥橋と、 上南大橋でつながっている。地域内には、関7通りが通っている。また、地域西部を湾岸道路と、首都高速湾岸線が縦貫している。東海ジャンクションも当地になる。流通関連が集中し、大型車の往来も多いため、車線が多いなど、大型車の頻繁な往来にも適した構造となっている。当地域内に、鉄道駅はない。鉄道駅からの徒歩では、 一番近い駅は東京モノレール羽田空港線流通センター駅になるが場所によっては時間を要するので注意が必要である。大森駅から出ている京浜急行バスや品川駅から出ている都営バスの利用も多い。東海不頭公園は2丁目の大井不頭の南西端にある公園で、公園の西部の高速道路の高架下には砂を固めて作った広場があり。 この広場ではバーベキューも可能である。園内には人工磯があり、釣りなども可能。東海緑道公園は、当地域内にある大井ふ東中央海浜公園、東京港の鳥公園、品川区八潮にある港が岡ふ島公園付近に続いている緑道公園である。緑地としては3つに分かれており、連続性はない。所在地は1丁目から6丁目にまたがっている。 公園は主に遊歩道で樹木や草花なども見られる。また、南部の大井孤島の南端あたりは、運河に面して釣りも可能になっている。ありがとうございます。